はい、皆さんこんにちは、じゅんです。ゆいです。はい、今回はゆいちゃんのレッスンです。はい、場所はですね、この間言わなかったんですけど、赤坂にあるマイゴルフレンズさんで撮影させていただいております。会員募集です、よろしくお願いします。はい、今回のレッスンはアウトサイドイン軌道を直す練習方法をゆいちゃんに教えてもらおうと思います。はい、よろしくお願いします。お願いします。OK です。はい、じゃあアウトサイドイン軌道、アウトサイドイン軌道はボールの前後にこう行っちゃうことでスライスが多くなっちゃう軌道。あっ、深くでしたね。スライスがね、スライス、そうね、ボールの音なんですけど、スライスで、ね、悩んでる人はすごい多いと思います。いろいろな原因があるんだけど、そのうちの今日は1個アドレスしてバッチリします。右肩がインパクトの時に前に、出ちゃうとカット軌道、アウトサイドイン軌道になりやすい。ここから、あとこう今みたいな引っ掛け、チーピン、チーピンと、スライス、フェースが閉じてたらチーピン、開いてたらスライスの、ボールが多くなっちゃう、ちょっとあんまり良くない動きなので、この右肩がインパクトの時に前に自宅でできる練習方法。いいですね。はい、やりましょう。はい、お願いします。まずは、はい、壁に立ってアドレスしてもらえば、ちょっとね、はい、腕はまあ後ろでも前でもどっちでも、で右肩が前に出るってことはバックスイングして、いたこれ右肩が前に出る。ああ、なるほどなるほど。これを下半身から、これ、あ、当たらないんだ。そう、右肩が前に出る人はここから、もうめっちゃ怖いこれ右肩が前に出る人のスイング。なるほど。出ない人だとそのまま回れるのね。そうインパクトの時に体がここにある。すごい、肩が出てるとこ、はあ、痛い壁に向かって出ない、で最後ここで終わる。おお、そうそう、ちょっと自分で一回確認してみてほしい。すごい、右肩が前にね、めっちゃ怖い、ぶつかっちゃうんだね。最後、おお、その場で回れるんだ。そう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 、へえ、一番超簡単、家でもできるし壁にできる。素晴らしい。そう、右肩が前に出ない今のスイングだと、おお、正面からも取っていいですか。あ、もちろん。はい、出ない、うん、出る人は分かるかな、うん、ちょっと分かりづらい。右肩前に出てると、ああ、出てた。まあスライス、まあ、そう、スライスとかチーピンが肩前に出ないように、はい、なるほどね。ぜひ家でやってみてください。はい、ありがとうございますはい、ということで皆さんどうだったでしょうか。はいすごいね、壁がある、皆さんお家に絶対壁があると思うんで、うん、壁で一回ね、自分のスイングのなんていうんだろう、突っ込み具合、肩の右肩、肩がこう出るか前に出ないようにっていうのすごい確認しやすいと思うので、やってみてください。それによってスライスとか、まあ、チーピンとか、あとこうヘッドアップしちゃった時のボール、ゴロゴロゴロってね、上にこう当たっちゃうような、はい、ああいうのがね改善されると思いますので、皆さんもぜひお家でやってみてください。ぜひ、はい、じゃ、この動画がいいなと思ったらチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。お願いします。